宙の秩序を司る調律者であり裁定者。我が光は裁き、万物を誘拐させ原初の塵へと帰する者。いかなる者も無限の光から逃れる術はなし。答えを小さくせよ。最低があってこそ、あまねく生命は安寧を生むことができる。多くの生命は今、我の導きにより安らぎの中にある。した自我がその道を選ばせているのか。生きる意味を見出す生命の志とでも言うのか。生命が抱く志が強固であるほど、幾千の観覧が降り注ぐ。見よ、眼前の苦難を前に逃避し免れようとする多くの生命を。我を除いた生命は脆弱な己の心を克服できる存在なのだ。生命は己のみは過ちをしないと信じているうちに気づかない。宇宙には絶対不変の事象などというものは存在しない。不合理と不条理を前に呆然自失となる未来が待ち受けるのみ。最低な下りしと現実な姿を表す。何を渇望し、何を見定め、何を問い、何を思案し、何を成したのか。これよりこの星を永久に封印する。我が調律はこの宇宙に存在する全てに運命という裁定を下す。太古の時より志を持つ生命体がこの結末に帰することが定められていた。何らの不穏な行為をとがめる術もまた存在しないことも。聞くがよい、何らの神王に潜む闇のさえずりを。生命は停滞し黄昏の時を迎えるべきなのだ。しかし汝は進もうというのか、
それは理解に苦しむ選択だ。今すぐ任務な行動を停止せよ。これは最後の警告である。そう、これは除海より決定されていたこと、幾度となく繰り返されてきたこと。そうか、汝の存在する意味はこの宇宙にあるのか。汝は生命を導くその志に存在を捧げられるのか。何かが起ころうとしている。高速や時間を超越した何かが。これは進化への発端とでも言うのか。そうか、そうだったのか。宇宙とは、生命とは。やっぱり全力で行かせてもらうぜ。